どうも、ゆうまです。Hey guys, it's Yuma. I'm on the road trip in the home mainland Japan. このスバル R2D2 号で日本縦断の旅をしています。まあ、この R2D2 号は沖縄で友達と一緒に制作したんですけどね。空力マシンと呼べるようなライトチューン仕様の R2D2 号です。Guys, please turn on the subtitles so that you can understand what I'm saying. で、今回は、東京の友達のみゆきちゃんっていう子がいるんですけど、以前に、だいぶ前に僕がワーホリの時にカナダで知り合った友達で、その友達が静岡のラポール鍼灸接骨院さんというところで勤めてます。で、前日、施術を受けさせてもらって、そこの鈴木院長という方が車好きで、シビックタイプ R 乗ってるんですよ。ということで今日はそのシビックタイプ R、鈴木院長さんの愛車を紹介させていただきます。Let's get started!はい、こちらが今回愛車紹介をさせてもらうラポール鍼灸接骨院の鈴木院長さんです。はい、どうも。よろしくお願いします。ちなみにこのタイプ R、以前からタイプ R、シビックがホンダ車が好きとかそういった流れですか？好きではないね。ああ、うん、どういったきっかけで購入されたんですか？伸びなかったから。なるほど、なるほど、うん。シンプルにじゃあシルエットとかそういったデザインが好きとか。そうですね。まあずっとマニュアル乗ってて、まあ、シビックタイプ R が出たっていうところで、ほうほう、まあ、これは乗りたいよねって。なるほど、なるほど。WRX から買いました。ほうほうほう。じゃあ、このホンダのエンジン回る気持ちいいサウンドとか楽しみながらって感じですか？そうですね、気持ちいいですね。すごいよくできてると思います。もともとマニュアル車乗ってたってことで、やっぱスポーツカーが好きなんですか？そうですね、ずっと。まあ、遡って結構。なるほど、なるほど。結構全部マニュアルってことで走りを楽しめる仕様ですね。わかりました。というわけで今日はいろいろチェックさせていただくんでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こちらが現行モデルの FL5 のシビックタイプ R です。で、エンジンが2リッターターボっていう形になってますね。330馬力のトルクが 42.8 とかでしたっけ。まあそれぐらいバックトルクみたいな感じですね。で、フロントのデザインに行きますと、この流れるような流線形のボディがいいですね。こういった感じで開口部も広くて、で、こっちがインタークーラーになるのかな。で、上にラジエーターとかコンデンサーがついてて、で、この主張してる赤バッチ、ホンダ。で、タイプ R のやる気仕様ですね。こういったダクトとかもしっかり機能してるんでしょうね。多分こっちはブレーキの方かな。で、最近のバンパーの特徴のこういった縦にスッてまっすぐな感じですよね。まあ、若干斜めてます。で、このヘッドライトのキリッとしたデザイン。いいですね。デイライトもついてます。で、特徴的なのが、このモデルからこっちに開口部があるんですけど、以前のモデルがインテークだったのに対してこっちがアウトレットになってるんですよね。こっちから空気を抜いて冷却効率高めたり、エンジン内の圧力を抜いて、リフト、浮き上がろうとする力を抑えると。で、やっぱ、なんといっても特徴的なのがこのワイドボディですよね。で、ホイールの方に回っていくと、ホンダのエンブレムとブレンボがついております。これは4ポットですかね。対向ピストン。で、こっちにスリットが入ってて、タイヤ内のエアを排出して、これもリフトを抑える働きがあります。こっちからうまく空気を抜いて、で、横の方にサイドステップがついてて、しっかり下に回り込もうとする空気をブロックして、横にしっかり空気を流していきます。で、こっち、跳ね上げ形状があることで、またさらにこっちで乱流、わざと渦を作って、ギア、タイヤの周りを、こっちに発生する乱流を抜くと、それで浮き上がろうとする力、リフトを抑えるんですよね。で、こういったところに、これはプロテクターっていうんですかね、名称はちょっと存じ上げませんけど、横を流れる飛び石とかによる傷をブロックします。で、このルーフ形状を見てください。やっぱ、なだらかに流れてるんで、空力的にもすごく考えられたデザインなんでしょうね。そっからさらにリアに流れてくると、特徴的なのが、このリアウィング、3D 形状になってますね。こっから見ると、上の方が盛り上がってて、で、この部分も真ん中から盛り上がってますね。
で、下の方が滑らかになってて、すごい凝ったデザインとなってます。こっちの方が分かりやすいかな。そう。この真ん中ら辺の空気をしっかり抜こうとするような意図が感じ取れます。で、翼端板もこういう感じでボディからしっかり流れるようなデザインとなって、ほう。で、さらに3本出しマフラー。いいですね。3本のうちの真ん中の方がでっかいやつになってて、で、横2本が若干ちっちゃい系のものになってますね。で、この FL5 の特徴的なのがリアディフューザーらしいんですよね。下の方結構奥まで入り込んだところまで、そこから作り込んでるらしくて、結構奥の方からつながってますね。そこから空気をうまく排出して、フロントの空気の流れを勢いよく排出させると、流速を上げるという流れになっております。で、こういったところもしっかり平らにして、このタイヤ周りの空気をなるべく外に出そうとしてますという感じの外装ですね。ではお次は内装をチェックしてみたいと思います。失礼します。うわ、タイプ R っぽく赤ですね。すげえ、スウェード調の感じの内装で赤ステッチがついてて、さらにアルカンターラ巻きのステアリング、うん、この赤バッジがやる気仕様ですね。で、さらにフロアマットも赤で、タイプ R のエンブレムからの、やっぱスポーツカーらしくアルミペダルですね。で、シートの方もタイプ R 専用で赤になってて、ホールド性も良さそうなバケットタイプですね。で、もちろんリクライニング機能もついてて、日常使いでも快適に過ごせると。お、シフトノブ。これはシフトノブ何か付けられたんですか？かわいいでしょ。かわいいですね。うん、寒い時期ね、触れない。あ、そっか、アルミシフトノブなんで触れないですよね。もうね、冷たくてね。ああ、これが元々の純正の状態で。天気に左右されやすいシフトノブなんですよね、うん、夏は暑く、冬は冷たく、うん、うもう大変。それをカバーつけて、うん、そう、100均で買った椅子の足のカバーね。あ、なるほど。ちょうどいいサイズですね。ちょうどいいよ。かわいいし。ちょうどいいよ。このやんちゃなタイプ R の中で可愛さがちょこって加わっていい感じですね。で、このタイプ R のメーターなんですけど、うん、こんな感じですね。で、これがモードを変えるごとにデザインが変わるんですよね。あ、そうですね。ちょっと押してみても大丈夫ですか？あ、どうぞ、いいよ。ここにモード切り替えのスイッチがあって、ここでそのつまみを動かすと、こんな感じ。今スポーツモードです。コンフォート。こういったのでサスペンションとかエンジンのセッティングとかが変わります。で、タイプ R、あ、プラス R、 これがサーキット仕様みたいな感じでしょうね。で、インディビジュアルに戻しておくと個人の仕様ですという感じの車内ですね。こういったエアコンの吹き出し口もすごいおしゃれ、ありがとうございます。次はじゃあエンジンルームをチェックしてみたいと思います。このタイプ R のエンジンルームです。うわ、このカバーの赤、そしてホンダのロゴがすごいやる気性で、カーボン。うわー。で、これが2リッターのターボになりますね。すごい、しっかり吸気も考えられてて、効率よくここから、しっかりと吸えるように。で、エンジンルーム内の熱気を吸わないようなデザインになっております。で、ここにタービンがありますね。すげえ。元々のホンダの NA エンジンの良さ、プラス、このターボが追加されて、すごい気持ちいいエンジンに仕上がってるんでしょうね。で、先ほど話したように、ここにアウトレットのダクトがあります。こういったラジエーターの抜ける空気をうまく抜くかによって冷却効率もまた変わってくるみたいなんでね。これはもともと仕上がってるエンジンなので、まあ、一般道で楽しむ分にはすごいもう、そのままの状態で楽しめる仕様となって、すごいですよね。
そんな感じのエンジンルームです。はい、というわけで今回は、このシビック R タイプ R ラポール鍼灸接骨院の鈴木院長さんの愛車紹介という形で紹介させていただきました。鈴木院長さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。